はい、じゃあ今日もやっていきたいと思います。こちらに固定カメラを設置して回しっぱなしにしますから、能力が発現するその瞬間を収録させていただきたいんです。わかる。何が言いたいのか、何がやりたいのかは、決定的瞬間。はい。いるね。絵になるよ。わかる。でもね、それね、環境が変わっちゃうからな。どういうこっちゃ。でしたら集中を妨げないよう、僕たちは別室で待機させてもらいますから、それでいかがでしょうか。なんだこれ、めんどくせえ。私からもお願いします。はい。早い。お、一本になった。ごめん、ちょっときついかな、楓ちゃんには。あ、いえ、別に。明らかに無理してるだろ。なんていうか、その、厳しいですね。厳しいわ。いつもこうなの？いえ、ある意味ではだいたいこんな感じですけど、でも普段はもうちょっと、その、表現しづらい。でもだいたいおとなしいですよ。ほとんど喋りませんし、私はあやさんの前だったら何時間でも黙ってます。時々規制あげますけど。美女に弱い？チェストはい、1、2、3。完全にトリップしてる人やん。
うん、クールビューティー、かわいいです。すげえな、うん、これが彼の予言の信託。うん、なんと、これで検証はよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。うん、はてさて、うん、うん、今木戸脇さん、やれやれって感じで予言書いてましたよね。そんなことはないと思うけど、ほら、顔だって一生懸命だし、汗だくだし。うん、たった今、新しい取材の部位すでに撮っといたよ。木戸脇さんの高校時代の同級生からコメント、テロップつけといた。ほう、仕事早い、さすが。あ、どうもご苦労様です。高校時代のですか。やっぱり掘り下げは大事だと思って。たださ、木戸脇さん、自分の過去のこと全然話したがらないじゃない。うん、ただ年齢も分かってるし、珍しい名字だから少し調べたらどこ出身かはすぐ分かったの。でもこういう嫌なサプライズ、本人にはちょっと内緒にした方がいいのかもしれませんね。あと使えないようなら放送には載せない方がいいんじゃ。うん、だな。うん、あいつは昔から不思議なやつでした。とにかく奇妙な声や動きで気持ち悪がられてました。時折妙なことを突発的に口走ることもありましたね。そうですね、何か事故が起きた時、事前にそれをバッチリ言い当ててたり。そん時からもそうなんだ。死傷者も出るような大事故からあいつだけ傷一つなく生還したり。あれ、これっておかしくないですか。うん、なんだい。あいつは昔から不思議なやつでした。とにかく奇妙な声や動きで気持ち悪がられてました。時折妙なことを
突発的に口走ることもありましたね。そうですね、何か事故が起きたとき、事前にそれをバッチリ言い当ててたり、死傷者も出るような大事故からあいつだけ傷一つなく生還したり。これか、わかんない、やってみよう。うん、うん、ちょっと調べてみました。その時期確かに該当する事故はあります。おう、この学校名、彼の母校で間違いないわ。年代も合っているな。じゃあそんな事故の中で彼だけ唯一怪我をしていなかったって。確かに予知の賜物だと考えてもいいですけど。うん、彼その時はどうやってその予言の内容を察知できたんです？うん、木戸脇さんはもしかするとあの予言にはあまり大きな意味ないのかもしれません。それってどういう意味？それは僕も同じ意見です。もしそうなら、彼が提示する絵の予言、あれは意図的に内容を選別しているのかも。うん、なるほど。お、木戸脇さんからです。うん、はい、もしもし、渡来です。ええ、はい、先ほどはありがとうございます。ええ、はい、あの、お、すみません、お気持ちは嬉しいのですが、ええ、はい、私も、ええ、帰らないといけませんので、はい、門限も厳しいですし。はあ、彼、なんだって？あの、七海のことについてかどうかはわからないけど、何か手がかりになりそうな予言ができたかもしれないって。怪しい。本当？それで、よければこれから会えないかって。うん。ああ。だろうな。どうなんでしょう。りょうさんはどう思われますか？僕は、正直、彼が何を意図しているのかわからない。ただ、うん、だよね。うん、木戸脇さんには何か目的があるはずです。おそらく彼は、彼が言った通りの形での予知能力はきっと持っていないんじゃないのかなって。持ってない？なんで？予言としてイラストとシーカの自動初期しかできないはずなのに、高校時代の武勇伝がある。これが我々を欺くためのものだとしたら。欺くってことはなんだ？今までの予言と実際の事故はどうなるのや？過去の同級生の身元だって一応は確認した。役者は使ってない。その点においては彼が高校時代から能力を持っていたと信用できる。うん。そこもなんですけど、もしかすると彼の自作自演の可能性も考えられるんです。は？あんな大事故を起こしたっていうの？どうやって？一人じゃできないだろう。大体さ、
事故発生時には彼のアリバイ証明されているじゃない。そのあたりどうなのよ、できっこないでしょ。うん、ないか。うん、僕は彼の超能力を全否定はしていません。でも彼の主張する予知の能力はおかしいと言っているんです。きっと一連の事件にはまだ僕らが気づいていない仕掛けがあるかもしれません。うん、うんうん、待てよ、俺はな、彼に木戸脇先生に全幅の信頼を寄せたんだぜ。彼にここの運命を託したんだ、分かってんのか。だから僕たち全員プロデューサーの決意に乗って特報の命運を彼の特番に託したなら、それこそ慎重に疑ってかからなくちゃいけないだな。うん、調査も精査もしないでただ信用したじゃ、それこそ責任放棄です。信じるためにはまず徹底的に疑って疑わしきを晴らす必要がある。亮さんの意見一理あると思います。うん、だからまず最初のあのガソリンスタンド事故と地滑り事件の映像から精査したいと思います。うん、あ、リョウさん止めてください。うん、少しおかしいです、ここのこの画面です。どこの。お、これか、おりますね。この人もしかして予言じゃなくてさ、何あれじゃないの、エスパーとかじゃないの。うん、うん、これってもしかすると彼の能力に関係しているのかも。うん、もしかしたら誰かが木戸脇さんの予言成就に関わっている、裏で何かを操作してるとか。予言を木戸脇さんに能力がなくて協力者にそのエスパー的な能力があるとか、どうですか。はあ、じゃあ一体彼が何をやったって言うんだよ。予言以外に何を、どうやって。はっきりとは分かりません、でもおそらくという推測はできます。だから僕はこの特番の構成変更を定義します。うん、それはこれです。来た。うん、隠された能力、正体と背後にある真実。こっちか。ほらこっちで行くぞ。
冷静に考えれば木戸脇さんの情報があまりにも不足しているんじゃないですか。彼が自分の情報を出したがらないのは理解できるけど、アラサーでフリーターで、あと学歴も自慢できないものだと思うし、経歴とかの問題だけじゃないと思うんです。僕の予想がドンピシャだったら、それを端的に証明します。そんなの確認してどうするの？あそこが木戸脇さんの家であるのは別に疑いようもないでしょ。ですが、今電話先から出た答えは全く別人の名前でした。何？彼は本当はどこに住んでいるんでしょう。家族構成は、出演契約書だって戻してもらっていません。連絡手段だって楓ちゃん限定で。待て、どういうこと？こうなってくると木戸脇さんは巧妙に情報を操作しているかもしれません。そんな人物を安易に使うのは危険じゃないのでしょうか。操作って、じゃあそんなことであんな大事件を起こせるとでも思ってるの？テレビってな、そういうギリギリ感で成り立っている部分があるんだよ。変なやつでも怪しいやつでもそこは関係ないの。それでもし重大な事故や事件が発生し、局が加担していたと言われたら、これは大問題になるでしょう。いいんですか？だからテレビがつまんなくなったんだよ。俗悪結構、得体の知れないやつのインチキ臭い予言なお結構、それでいいだろう。はあ、もし涼さんの言うことが本当なら、私怖い。今さら方針に変更はない。だがより迫真さを強調するために、涼君には、そうだな、追加取材を許可してやんよ。かっこいい。追加取材、どんなですか？隠し撮りだ。木戸脇大先生のだね。その本書を全て暴き出しちゃいな。え、それいいんですか？昔のテレビはそんぐらい俗悪だったの。出演には OK 出してんだぜ。どこにカメラ仕掛けられて、どう映されても文句はなしよ。やるね。それって事前に何か事故の目もつぶせて、涼君の疑念も晴れる。番組もゲスな方向で面白くなる。はい、全部解決。なるほど。まあ一番わかりやすいやり方だよな。よし、じゃあ計画を練るかね。ごめんね、怖いけど我慢してね。もし何かあったらパパすぐ助けに行くからね。誰がパパだよ、このゲス親父。いや、ほんと今回の作戦いろいろゲスすぎて、私もちょっと引いちゃうわ。面白そうだけど。はい、
頑張ります。うん、ついでにカメラを仕掛けられる場所他にもいるよな。よし、あそこ行ってみよう。うん、ほうほう。さあ、面白くなってまいりました。いいね。さてと、じゃあ一旦ここで切りたいと思います。